ゴッドオーガス急に参戦。おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日なんですが、皆さんはゴッドオーガスというモンスター使ってますか？え、使ってない？ああ、だろうな。このモンスターなんですけれども、おとぎくんのエースモンスターでね、一ターンに一度サイコロ振って、でサイコロを3回振るんですよ。で3回のうちなんか2回以上同じ目が出るとなんか効果発動できるよっていう。でしかも出た目の合計かける100ポイントの打点がアップするってことで結構強いんですけども、まあ 1,2 が同じだったら、効果戦闘効果で破壊されない。で 3,4 だったら、デッキから2枚ドローで、5,6 だったら直接攻撃できるってことで、6出るとめっちゃ強いんだけど、このモンスターを今回は急に出していくっていうデッキです。でどういう風に出していくかっていうと、この心拍予習放送でもやった通りなんですけども、ゴッドオーガスは戦士族、レベル7地属性であると。ってことはですね、モンスターチェンジ進化っていうね、このスキルが使えるわけですね。でこれはライフポイントが1500減るごとにフィールド上のモンスター1体持ち送って、もともとの種族と属性が同じでレベルが1個高い、モンスターを出せるよと。デッキから急に参戦できるよということなんですよ。で今回の新パックで追加されたカードで簡単に1500減らせるカードがあるんですね。しかも地属性の戦士を出せる、これです。フラッグシップディール、ウルトラアスリートフラッグシップディール。これライフポイントを失う代わりにデッキから UA モンスターを出せるんですね。例えば6だったら、6318で1800ポイントのダメージを受けて、だからライフポイント払ってこれを出せる。こいつだったら、2100を払って出せるということで、このギミックを使い UA を出して、で UA を変身させるっていう、ゴッドオーガスに急にね、ゴッドオーガスにする。でそしてゴッドオーガスでぶん殴っていくって、そういうデッキです。でギミックなんですけども、これ UA の、 魔法トラップっていうのはこの、ペナルティっていうカードを墓地から除外してると、サーチすることができるんですね。だからこのギミックを今回は大いに活用している。これどういう風にね、やっていくかっていうと、このギミックはディスコードのね、ダイグさんっていう方がいらっしゃって、 UA 好きで回してる方なんですけども、その、ギミックを参考にさせていただいたんですが、レインボーライフとかで、ペナルティを捨てるっていうギミックね、これ結構強いんですけど、これギミックで、ペナルティ捨てると、墓地行きますから除外できる。でさらに除外したペナルティってレアンコイリアとかで戻せるんですよ。これ除外してサーチするよっていう効果にターン制限ついてないんで、なんか無限にサーチできるんですね。だからペナルティで除外してサーチしてレアンコイリアで戻して、でもう一回またサーチするってことができるんで、周りだとレアンコイリアとかがあると2回サーチできるんですよ。結構強いですよね。だから好きなコンボパーツを揃えていけるっていうことですね、っていうギミックを今回は採用しております。バックには非常に弱いので、ネタデッキ感が結構強いので、使用上そういう注意点はあるんですけれども、やっぱねエースモンスターはね活躍をさせてあげたいんですよ。こういうモンスターは、おとぎで使えない点がちょっと若干残念ではあるけれども、早速ねこのゴッドオーガスっていうモンスターをね、急に出会って2秒でワンキルをねしていきたいなというふうに思ってますんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、マクドナルド選手ですね、よろしくお願いします。デュエル3倍。これはそこそこかな、なんだろうこれ、BF かサンドラか、フローって何やったっけ、レベル上昇、レベルコピー、レベル加工あたりだね。あー援軍、あーサンドラか、追悼デッキね、オッケー、追悼デッキ。脱法デッキっていうとね、別に脱法してねえんだよ、ふざけんなって言われてるんで、皆さんも注意してくださいね。脱法デッキっていうとめっちゃ切れてくる人いるんで、追悼デッキというようにしましょう。もうすぐね使えなくなるっていう意味での追悼ですね。はい、で、雷電雷獣やべえ杖、これあれなんですよね、ペナルティを捨てるためのコストを払うカードは別に因果切断とかでもいいんですけど、言うてライフ守れる方が多分なんか生きる確率高いかなと思って入れてるだけなんですけどね、レインボーライフね。ここはあれでもいいです、因果切断とかサンダーブレイクとかでもまあ一応いいかなと思いますけど、あんまりねライフ受けたくないんですよね。フラッグシップティールが発動できなくなっちゃうんで、なんでレインボーライフで僕はライフを回復するというギミックにしてますが、はいはい、雷鳥竜の効果で雷鳥竜効果発動して、6でってか、フォトンストリックバウンスはつれえな。でも冷静に考えたら
結構ね、バウンサーつらいかもしんない。あとレビオニアもつらいけど結構まあでもレビオニアは今はそんなつらいんだけどね。あ、別にこのカード破壊されても死なないんで別に大丈夫なんですけど。現れろ。はい、トレミス OK です。トレミス OK です。トレミス了解。トレミスバウンサーじゃないんだ。なるほど、戻したいのかな自分のカード。あーあハンドは割と頑張ってるね。でモンスター効果レビオニア、レインボーライフ発動でペナルティで、これで俺のはこのターンは知らない。絶対にこのターンは知りません。あとはクリーボールがあるかどうか問題が発生している。でこのペナルティ墓地送られたのでペナルティペナルティができますね俺ね。フラッグシップディールとパワードギプスっていう最強カードを手札に加えることができる。そしてペナルティの効果はそう、ウルトラアスリートペナルティの効果、さらにウルトラアスリートペナルティの効果発動。これがね1ターン1の制限ないんですよ。これが強いですよね。フラッグシップディール、パワードギプス、はい、でよし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 いいぞ。ウルトラアスリートフラッグシップディールの効果を発動。俺はコリバルリバウンダーを特殊召喚するぜ。そして1800ライフを支払うことができる。さらに俺はドレッドロードダンカーも特殊召喚、そしてアドバンス召喚、ウルトラアスリートコリバルリバウンダー、コリバルリバウンダーの効果発動。召喚に成功した場合墓地のドレッドロードダンカーを特殊召喚できる。そしてさらにスキルを発動、モンスターチェンジ進化。俺はレベル6のコリバルリバウンダーを墓地に送り、ゴッドオーガス急に参戦、ゴッドオーガスの効果発動。うわー、66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 
行くぜパワードギプスを発動しゃ行くぜバトルほらドレッドロンダンカーの攻撃こいつをぶん殴ってあこれクリーボールキーができてんなドレッドロンダンカーの効果発動てめえのモンスターは破壊させてもらうぜそしてパワードギプスの効果ももちろん発動していくなんて強いんだ暗いオラハイトロイドあるんだ投げてみろうらーうらやーすげーあーやっと決まったさあお相手の方闇遊戯選手よろしくお願いしますデュエル3倍あー発動はまあ悪くはねえな悪くはねえ、まあ、先行欲しかったなって感じかあ天気ね了解炎天炎天強いよね本当天気ねガネーシャ初手安定感やばいよねマーレラマーレラあマーレラマーレラ強いねマーレラマーレラは強いマーレラ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 うっうっマーレラマーレラマーレラうっうっうるさいですかすいません頑張りますこれで、ペナルティペナルティ落としてあ OK バトル了解マーレラマーレラ落とすマーレラ落とすペナルティでペナルティ効果ペナルティ効果であとモンスター効果止められるのかちょめんどくせえな、でこれでマーレラ沸かしてでだこれでダメージを抑えてはいでもう一回ペナルティ落としてでペナリまくっていこうペナリまくってこのねマーレラっていうこのカードが愚かな、服装っていうカードがあるんですけどあれがあったらもっと強かったですね愚かな服装っていうねなんか魔法タップをね魔法カードの効果で即座に墓地に送れるっていうカードがあるんですよあれがあったらもっと初手で発動できるんでそのこんなトラップカードを使う必要なくて強いんですけどまあしょうがないか別にファンタジスト OK一旦フラッグシップディールですねフラッグシップディール発動フラッグシップディールの効果によってもちろんコリバルリバウンダーを特殊召喚していくぜそしてペナルティーかこれは特殊していいなこれ特殊して2体並べればいいのかつまり
だからですね、これはウルトラアスリートスタジアム貼ってファンタジスタして、コリバル出してで、スキル発動でいいのかで、パードギプスあるいけるな多分パードギプスあるパードギプスあれば待ってこれ1900でしょ相手これワンチャンおとりに使おうゴッドオーガスをゴッドオーガスをおとりに使う作戦でウルトラアスリートスタジアムの効果はどうスタジアムの効果によってもちろんマイティースラッガーかなんかをあいいや、ま、別にコリバルでいいや返しのターンのコリバル万が一の返しのターンのコリバルでですねコリバル出しましてこれで特殊召喚に成功するとこいつの打点が3000になれるで3000と3500はいでスキル発動モンスターチェンジ進化俺はレベル6の地属性の戦速モンスターを墓地の送りゴッドオーガス急に参戦そしてゴッドオーガスの効果発動ゴッドオーガスの効果を通すかいゴッドオーガスの効果通してくれてもどっちでもいいけどな、うん、いいだろうさあガネーシャの効果で何を破壊するゴッドオーガスは添えるだけゴッドオーガスは添えるだけ了解ですではパワードギプスを発動パワードギプスの効果でこいつの打点が1000ポイントアップし戦闘ダメージ倍だぜおらクリボールアンドがカイトロイドとかベイルくらいしかねえんだろくたばりやがれそうゴッドオーガスは添えるだけ左手は添えるだけさあお相手の方ヨハン選手よろしくお願いしますデル3倍ヨハンかなんかあこれでもちょっと強いなマーレラレアンコエリアっていうね最強のムーブをお見せしましょうこれね2枚サーチ入れますからね2枚サーチ強いんですよね結構いやーぬやばい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 でも疲れた魔法発動だぜそれはないわコアキメイルどういうことコアキメイルコアキメイルゴーシューっつってねやかましょうモンスターを攻撃表示でちょっと待ってよ嘘だろお前強すぎるだろハンドふざけんなよなんだよこれこんなことが許されていいのかどうして俺ばかりこんな目にどうして俺だけがこんな目にやまなきゃいけないんだそして相手の手札がんじまりすぎだろ